Valeria Krylskaya, Dynamo Belarus. ジュニア部門のバレリア・クリルスカヤは14歳、ルダロバと同じベラルーシの選手です。かつてカバエバはこのジュニア時代に注目を集めました。未来のカバエバを目指す新しい才能です。15歳以上のシニア選手は6メートル、そしてこの12歳から14歳のジュニア選手は5メートルのリボンを使います。世界のジュニア選手のレベルも年々上がってますね。はい、もうびっくりしましたね。シニアと変わらないくらいの難度どんどんやりますから、これは2008年北京オリンピックが楽しみですね。はい、もうジュニア選手にとってリボンの演技どうなんでしょうか。リボンやロープという形の変わるものですね。これは力任せに振り回せませんから、力の加減が必要なんですよ。経験も必要なんですね。でそういった意味ではジュニア選手にとっては難しい種類なんですが、この選手クリルスカヤ選手ですね、とても布石をきれいに描けていると思います。この曲奏と振り付け、そしてレオタードと手具、全てがこうぴったり合っていますよね。はい、一生懸命な演技でした。バレリア・クリルスカヤ選手によります、リボンの演人を魅惑する力が潜んでいるのか。